2007年度のマラウイの15歳の49歳における HIV 感染率は11.9%である。リロングウェ県のエイズコジマラウイでは1400万の全人口のうち200万人近くがコジとなっている。リロングウェ県内で最も貧しい地域の一つ、ムゴノでは3万8000人の人口のうち2万人がエイズコジとなっている。本港ではマラウイにおける HIV エイズについて述べる。2005年度の調査において、マラウイに暮らす15歳から49歳までの成人のうちの約14.1%が HIV に感染していることが明らかとなっており、マラウイは世界で最も HIV、エイズが流行している地域の一つとされている。このような状況に加えて、現在もさらに HIV、エイズの蔓延が進行しつつあることから、 食料安全保障や人的資源能力、国防などとともに、マラウイ社会における大きな問題の一つとなっている。マラウイでは特に若い女性が HIV、エイズ流行の影響を受けており、2005年時点では15歳以上の女性のうちの約50万人が HIV に感染していたことが知られている。HIV の主な感染ルートは異性間の無防備な性交渉である。 また、母子間の垂直感染による HIV 患者数は2005年時点で約8万3000人となっている。HIV 感染率を地域別に見ると都市部では20.24%と特に高く、準都市部で17.0%、農村部で13.0%となっている。しかし、感染率は都市部で増加ペースに減少が見られる一方で、 農村部では増加ペースに減少が見られず、患者数は増え続けている。国内の南部地域は人口密集率が最も高く、妊娠中の女性のうち実に21.7%が HIV に感染している。なお、他の地域における妊婦の感染率は、北部地域で14.0%、中部地域で14.3%となっている。現在、HIV エイズの蔓延は大きな社会問題となっているものの、マラウイ国内での HIV、エイズの治療には未だ多くの問題が存在している。その一つには、人々の膨大なニーズに対応できるような医療保険制度の構築がある。その他の重要な問題には、医療専門家や、その補助者が深刻に不足している点や、地方在住者や貧困層が医療サービスに、 アクセスするのが困難な点、医薬品などの供給プロセスが非効率的である点、社会基盤となるインフラの整備が不十分である点、治療施設が不足している点などが挙げられ、これらの諸条件が障害となり、HIV、AIDS の治療やケアに問題を生じている。現在マラウイでは、HIV の蔓延が進行し続けた結果、年間2万7千人以上が結核を発症するという、 これまでに例のない結核患者数の増加が見られた。また、エイズ発症による免疫力の低下は、マラリアの蔓延にも影響を与え、女性と子供を中心として年間400万人以上に被害を与えている。ありがとうございます。